3月14日に開幕する世界女子カーリング世界選手権の日本代表として出場する北海道銀行カーリングチームが記者会見を行った。スキップの小笠原歩夢選手は地元札幌で行われる大会に日本代表として出場できることは嬉しい。いいプレーをして日本にカーリングを根付かせられるように頑張りたい。と語った。大会は9日間で参加する12チームが総当たりの1次リーグを争い、4位までが変則方式のプレイオフに進出し順位を決定する。また女子カーリングといえば各国の美人選手が参加していることも話題の一つ。以下今大会に参加している選手たちをまとめましたのでどうぞご覧ください。